ということで戻ってまいりました博多駅。はい、俺らがラーメン食ってる時間あったじゃん。はい、めっちゃ晴れてたらしい出た瞬間めっちゃ雨降ってる。カメラの調子が悪くなって途中から一瞬携帯で撮ったし。はい、なんなん今日。アクシデント続きですね別にまた博多ですよ。で今から大分です。大分じゃん。大分の別府、はい、温泉があるんですけど、地獄蒸しプリンっていうのが、はい、岡本屋さんだったかな、岡本屋っていうところで売ってるらしくて、それもね結構いろんな方から食べた方がいいですよって来てるんですよ。はい、どんくらい。2時間半ぐらいです。往復5時間ちょっとじゃあ行きますか。はい、なんだっけ、自由席で大丈夫だね。はい、自由席。え、新幹線。はい、博多から。もう無理だわ。あ、別府になっちゃった。え、ちっちゃいっつってどこ。もうね、旅も慣れたもんですよ。一日持ってて、はい、俺はもうなくすだから絶対に。家の近くでなくすだろ。マジヤバだね。マジヤバです。別府とか来てる場合じゃないの。お財布とかなくしちゃったりして。さあ、プリン食べよう。ということでね、じゃあここからね、岡本屋ってとこまで行こうと思います。地獄蒸しプリンね。着きました。すごくない？別府だ。温泉だよ温泉。温泉が出すぎてもう霧がかかってるみたいになっちゃってる。見て向こうの方とかさ、温泉って感じよね。はい、岡本屋売店地獄蒸しプリン買いに行こっか。はい。綺麗な本当に。じゃあ、地獄蒸しプリンを2つください。ちょっと召し上がりが欲しいです。はい、はい、520円です。はい、私520円かしらちょっと待ってください。ごめんな、必死で俺が財布なくしたせいで520円払わせてごめんな凄いな、ほんまに。これね、これでもすごい評判だったんだよ、地獄蒸しプリン。はい、はい、プリン美味しいもんなプリンは結局美味しいもんな。ちょっと食べてみていいですか。いただきます。美味しい。うん、いやもうね、美味しいわ。あれだ、思ってるよりも甘くないから。めちゃめちゃ甘いプリンってあるじゃん。はい、そういうのじゃない。なんか、なんだろうな、なんだろうな。すごいなんか大人の感じ、ビターな感じ、はい、そうだ、ビターを言いたかったビターという単語出しかった。ビターな感じ、少しなんか舌で味わいたい感じ。いただきます。はい、あ、めちゃめちゃ美味しいですね。はい、プリン買ってこれも美味しいですね。いや、すごい美味しい。これ10個食えるわ胃もたれしない分10個食える、 食えるしな。あー最悪だ、なくなっちゃう。あー、また一口なんで決めんの、やめて。二口です。美味しかった、ごちそうさまでした。
またね、食べてほしいものあったら下に僕のツイッター貼っておくので、そこにリップで食べてほしいものと店名を送ってください。ということで、以上、今日のミスターマイボンドでした。ありがとうございました。ソニックも慣れたもんだね。青い電車、青なんですよ。いや、別府の言い方よ。